これはデモ音声です。写真拡大、パリーグ、オリックス 6-3 楽天、23回戦、9勝9敗5分、19日、京セラ全員で勝つ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。チームが掲げるスローガンを体現した。株式会社 AI によるデモ音声です。一試合も負けられない中島オリックス。これはデモ音声です。重圧がかかる中で、若月が決勝打を放った。これはデモ音声です。詰まりながらも、しぶとく中前へ。これはデモ音声です。執念の一打で勝利をつかみ取り、チームは首位に返り咲いた。株式会社 AI によるデモ音声です。最高です。株式会社 AI によるデモ音声です。甘い球を積極的に行こうと思っていて、結果的にヒットになってくれてよかった。株式会社 AI によるデモ音声です。感触はちょっと詰まったんですけど、みんながつないでくれたチャンスだったんで。株式会社 AI が提供するデモ音声です。本当に勝ててよかったお立ち台で、ほっと胸をなで下ろした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。1対2の5回だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。西から、足立が死球で出塁し、2投に成功。株式会社 AI が提供するデモ音声です。続く紅林が、左遊間へ同点の2塁打。株式会社 AI によるデモ音声です。チームメイトが作った流れに乗り、若月も中前へ弾き返した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。その後、胸の2点3塁打も飛び出し、一挙4得点。これはデモ音声です。逆転に成功した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ロッテがソフトバンクに敗れ、首位に再浮上。株式会社 AI によるデモ音声です。今季の2位以上が確定した。はデモ音声です。奮い起こした打線に、中島監督は、やっと、つながったのかなと思います。株式会社 AI によるデモ音声です。紅林もよく打ちましたね。株式会社 AI によるデモ音声です。若月もなかなかやりますねと評価。